平和だね。リムル様たちが出立されて早い。元気そうだな、リグルド。リムル様、いつお戻りになられたのですか。たった今、影移動でな。他の者たちは無事だよ。それはよかった。あの、オークロード。ああ、討伐した。なんと、ではすぐに宴の準備を。落ち着けって。宴はまだいい。心配してると思って王国に来たけど、すぐ戻らなきゃならないんだ。なんと。そんな。これから忙しくなるからな、覚悟しておけよ。は、少しくらい休んでいかれたらいかがですか。俺だって休みたいけどな。苦手な仕事が待っているんだよ。苦手な仕事。そう、戦後処理の話し合いである。では議長、リムルテンペスト始めてください。何が議長だ、勝手に決めてくれちゃって。戦後処理なんてどうやって進めていいかわかんねえよ。まあ、こうなってしまった以上仕方ない。俺なりの考えを伝えることにしよう。こういう会議は初めてで苦手なんだ。だから思ったことだけを言う。その後みんなで検討してほしい。最初に明言するが、俺は多くに罪を問う考えはない。ああ、被害の大きいリザードマンからしたら不服だろうが、聞いてくれ。侵略行為は悪であるが、そもそもの原因は飢饉による飢餓だ。同じ立場だったならば、他の種族のものであっても同様の判断をしたかもしれない。っていうのは、まあ建前なんだけどな。では本音を伺ってもよろしいかな。多くの罪は全て俺が引き受けた。文句があるなら俺に言え。お待ちいただきたい。いくらなんでもそれでは道理が。それが魔王ゲルドとの約束だ。なるほど。しかしそれは少々ずるいお答えですな。まあ簡単には受け入れられないだろう。魔物に共通する唯一不変のルールがある。弱肉強食。立ち向かった時点で覚悟はできていたはずだ。弱肉強食。お前たちも里を滅ぼされているけど文句はないのか。ないと言えば嘘になりますが、次があれば同じ無様は晒しませんよ。うむ、なるほど、正論ですな。ですが一つどうしても確認させていただきたい。確認？オークをどうなさるのですか？うん。オークの罪を問わぬということは、生き残った彼ら全てを受け入れるおつもりですか？それだ。数は減ったとはいえ、15万のオークがいる。それでだ。夢物語のように聞こえるかもしれないが、みんなで協力できればと考えている。協力と言いますと？リザードマンからは良質の水資源と魚を、ゴブリンからは住む場所を、俺たちの町からは加工品を提供する。そしてその見返りとしてオークからは労働力を提供してもらう。ジュラの大森林の各種族間で大同盟を結び、相互に協力関係を築く。多種族共生国家とかできたら面白いと思うんだけどな。我々がその同盟に参加させてもらえると。帰る場所も行く当てもないんだろ。居場所を用意してやるから
働けよ。もちろんサボることは許さんよ。はあ、もちろんもちろんですとも。命がけで働かせてもらいます。うん、ぜひ協力させていただきたい。トレイニーさんもいいかな。よろしいでしょう。私の守護するトレントからも森の実りを提供いたしましょう。当面オークたちの飢えを癒すことはできるかと思います。では森の管理者として私トレイニーが宣誓します。リムル様をジュラの大森林の新たなる名手として認め。名手？名手リムル様の名のもとにジュラの森大同盟は成立いたしました。なんか俺が名手にされちゃったけど、トレイニーさんじゃないの？事態ってそんな空気じゃないな。いいよ、やるよ、やりますよ。じゃあそういうことみたいなんで、みんなよろしく頼む。こうして冷や汗が止まらない俺を置き去りに、ジュラの森大同盟は成立したのだ。リムル様。ああ、え、ですが、よし、行く。何か用か。弱肉強食とは言っても憎しみはそう簡単に割り切れるものではない。我らはオーガの里を詫びて詫びきれはしない。虫のいい話であるのは重々承知している。だがどうかこの首一つでご容赦願えないだろうか。戦いの後、今後もリムル様のもとにあり続けたいと伝えたら、俺たちに役職をくださった。私はモノノフ、リムル様の護衛役ですよ。秘書も兼ねてます。白狼は指南役、宗衛は隠密、村に残っているシュナとクロベエにもだ。で、俺は侍大将の座を賜った。軍事を預かる役どころだ。そんなとこについちまった以上、有能な人材を勝手に始末するわけにいかんだろう。リムル様にあだなす存在ならば容赦はしないが、同盟に参加し名士と仰ぐのなら敵ではない。あだなすなど、あの方は我らを救ってくださった。従いこそすれ敵対などありえん。では俺たちは同じ主をいただく仲間だ。せいぜいリムル様の役に立て、それを詫びとして受け取っておこう。不王ゲルドの名に誓って。お前はオークディザスターゲルドの意志を継いでもらうべく、名をゲルドとする。ほほ。どうした？まだ何かあるのか？いくら名前をいただいたところで私にそのような大役が務まるのか。まあいきなりじゃ不安だよな。よし、ゲルド、俺と戦ってみないか？なぜそのような恐れ多いことを。いいからいいから。初めて見た時の鋭い目つきにただならないものを感じていたし、ネームドになって強くなってるはずだぜ。海鮮ですね。
ここは俺にお任せを。お役に立てれば。脱出しましょう。承知しました。一気に行くぞ。遠慮はいらないよ。こいつでどう。頑張りますね。一気に行くぞ。なりましょう。今こそ。お役に立てれば。頑張りますね。畳みかけます。この程度なら痛くありません。承知しました。くたばれ。ここまでのようです。大したことなかった。これが俺の力。ま、すぐには効果なんてないだろうけど。要はお前はできるやつだってことさ。オークたちをしっかり導くんだぞ。急にオークの王者になれって言われてもプレッシャーがすごいだろうしな。今ので自信になってくれりゃいいんだが。はっ、この命にかけて。ならばよし。で、次か。10日かけて全てのオークに名前をつけた。俺がスリープモードに入ったのは言うまでもない。ちなみにリザードマンの資料にもアビルの名を付けさせてもらった。名前がないと呼びにくいからね。我が輩は資材であろう。それでいい。そうでなければ示しがつかん。顔を上げい。せめて堂々と資材を受け入れようぞ。ガビルを破門し追放する。二度とリザードマンを名乗ることは許さぬ。なんだと。即刻追い払うがいい。外の世界を見てこいということか。こんなにも力強い父を相手に我が輩は忘れ物だ。これは待ってましたよ、ガビル様。たく待ちくたびれたぜ。時は金なり。な、何をしておるのだお前たち。我が輩は破門になったのだぞ。ガビル様が破門ならみんな破門ですよ。しかりお前らバカだな。しょうがない奴らであるな。わかった。まとめて面倒を見てやろう。我が輩についてくるがいい。ふう、さすがだぜ。かっけー。至極当然。せっかくお膳立てしたのに新しい魔王が生まれへんかったんは痛いんちゃうか。そうだな。しかし面白いものが見れたよ。あのスライム、どうしたものかな。せいぜい頑張ってや。もし協力が必要なら格安で受け渡るわ。魔王クレイマンハン。リムル様、心から感謝いたします。お任せください。ああ。
ですが。やれやれ。期待に応えましょう。しても我らリザードマンでは多くの先兵にも及ばぬというのか。いいな、一族の負けにするな。この戦いも謀反も我が輩一人が背負うと決めたのだ。全てはボルテクススピアの力を全て引き出せぬ我が輩の未熟さゆえ。ならボルテクススピアに全てを委ねてみるのはどうかしら。ボルテクススピアから声が我が輩に語りかけているのか。鏡になるには十分に磨かれた表面、よく手入れされた槍でよかったわ。まあそれを大事に持ってた父親を幽閉するようなドラ息子にはもったいないわね。今のあなたはこの槍に使われているだけ。この槍のすべてを引き出す、そんなリザードマンになってみたくない？それはまるで親父殿のような、いや親父殿を超えるほどの器になれるということであるか。そう、あなたの理想、父を超えるボルテクススピアの使い手になるの。それじゃあいっそボルテクススピアと同化してみたらどうかしら。どうか？それはどういう？あなたの理想、映し出してあげましょう。リムル様、新しく作った水道の点検をお願いします。ああ、水回りは生命線だからちゃんと見とかないとな。ゴブタ、お前も配管に関わったんだろ、一緒に来てくれ。了解っす。よしよし、ここも詰まりは起こしてないな。どうしたアシュナ？なぜでしょう、男性用のおトイレにいると落ち着かなくて。あーすまん、ただの点検だと思って連れてきてしまった。あ、じゃあ次は女子トイレの方を。あ、便器の中が光ってるっす。なんすかこれ、そんなところライトアップして誰が喜ぶんすか。いや、この光。あれ、なんで外に。これは、まさかあの時と同じ。ああ、鏡の世界とかいうやつだな。ここに来るまですっかり忘れてた。多分この世界での記憶は鏡から出ると忘れちまうみたいだな。この前はシオンに似た魔物がいました。今度も誰かに似た魔物がいるかもしれません。濡れたところで豚は豚。我らが大森林を喰らい尽くすにはいささか器が欠けておる。お前ガビル、久しいな、ゴブリンを滑るスライム。ずいぶん偉そうっすね。っていうか雰囲気変わったんじゃ。これは失敬。以前はそなたに敗れたが今はこの通り、多くの軍勢を好み一つで駆逐するほどに我が輩は強くなった。コク、個体名ガビルはボルテクススピアと同化し、新種族トリシューラに変異進化しているようです。槍と同化？普通に槍を持つのとは違うのか。今ならわかる。リムル、そなたの内に秘めたるオーラ、ゴブリンとも
いいな。この大森林をも滑るに値する器と見たり。少なくともただ槍を持ってた頃と比べて洞察力は上がってるみたいだな。確かに進化している。覇王は二人もいらぬ。抜け、リムル・テンペスト。その腰の獲物、よもや草食ではあるまい。嫌だと言ったら。それは困るな。こちらも父親を裏切った身、後には危険。故郷とこの大森林を滑るか、それとも死か。我が輩には二つの道しか残っておらぬ。一騎打ちにて真にジュラの森を滑る者を決めようではないか。引き下がってはくれないみたいだな。結構だが、リンクリング。なんだ、地面なんか凍らして。ここ周囲の魔素は全て地表の氷に閉じ込められた状態です。一部のスキル使用に制限がかけられています。新しい手口だな。我が輩が望むのは真の一騎打ち。外の魔素に頼らず、己神一つで戦おうぞ。俺がこの氷を食うかもしれないぞ。それも結構。伏して地を舐めるがこの町の主の作法だと思うのであれば、咎めはせん。ち、うまい挑発を考えたもんだな。わかったよ。俺も自分の力だけで戦ってやる。死んでも文句言うなよな。この道後には引けぬ身よ。来い。歯ごたえがあるといいが。気を抜かないで。お役に立てれば。スキル解放。出番ですね。少しもしない。わかったわ。こいつでどうだ。私に任せて。決めてやります。これでしまいだ。燃え尽きるがいい。俺はデルフレア。肩慣らしにもならんな。申し訳。皆様お疲れ様です。覚えたスキルも整理したし、準備万端。さ、行こう。さあ、身体走行が。なんだこいつの攻撃、鋭いなんてレベルじゃない。両手両足全部に貫通力がある。コク、ユニークスキルスパイラルボディの効果により個体名ガビルの攻撃すべてに一つ属性が付与されています。触れるもの皆傷つけるってことか。この身は一振りの槍。身を削り、帰る場所も逃げ場も自ら立ち、そうして手に入れた尖りである。生半可な装甲など無に等しい。強いなお前。だけど脆いよ。俺の知ってるガビルは、あいつはお前よりは弱いけど、それでも慕ってる奴らがいて、それで調子に乗ったりするけど、
なんつーか、なんだかんだ生き残るような感じっつーか、すげえタフなやつだったよ。何が言いたい？お前は本物のガビルより弱そうだってことだ。面白い。ならば好きにかかってくるがよい。強大な魔力の接近を感知しました。歯応えがあるといいな。皆様は私がお守りします。お役に立てれば。ここは私。承知しました。光は畳みかけます。仕留める。今こそ。スキル解放。承知しました。はい、畳みかけます。我が輩のビリを見るがいい。見惚れるでないぞ。決めてやりますよ。一気に行くぞ。これでしまいだ。申し訳。みんな無事？諦めろ。お前の負けだ。二度も裏切るわけにはいかぬのだ。来たよ、一族の尊厳を。そういうところが脆いってんだよ。今にも倒れそうっていうか。いただきます。え？なんであるか貴様。なんだ。ごちそうさまでした。スライム、あなたがリムル？あ、そうだけど。メガロマニアを突き破った。あのスライムは私のスキルを超えた存在だとでも言うの？